今日ポケモンの新作ゲームの発売日だね。うん、めちゃくちゃ楽しみだよ。家に帰ったらやりまくるよ。うん、マイキーより先にクリアしてやる。それはこっちのセリフだよ。負けないぞ。マイキー学校行こう。あ、スイチ君、ちょっと僕具合悪くなっちゃってさ、今日学校休むわ。え、そうなの？大丈夫？大丈夫大丈夫。まあ 2,3 日すれば治ると思うんだけどさ。そっか、早く治してね。うん、ありがとう。ん？なんかゲームの音が聞こえるけど。え？ゲーム？いや、気のせいでしょ。具合悪いのにゲームなんてするわけないっすけど。でもこれポケモンのゲームの音楽だよね。いや、これあれだよあれ。うん、テレビ CM だよきっと。うん、そうそう。マイキー、まさかポケモンやりたいからずる休みしようとしてる？え？いや、そんなことないっすけど。めちゃくちゃ具合悪いんだよ。なんかすごいわざとらしいんだけど、ポケモンどこまで進んだ？いや、具合悪いからまだ1秒もやってないんだよね。へえ、僕もうジムリーダー2人倒したよ。マイキー遅いね。は？こっちはもう3人倒しました。遅いのはゼイチ君です。え、まだ1秒もやってないんじゃないの？え？嘘嘘、うん、今のは嘘。すごいね善一くん。でしょ、もうレベルも20だよ。すごいでしょ。は？いやいや、僕なんてレベル25だから威張んないでくれる。え、マイキーまだやってないんでしょ？え、どういうこと？え、あ、いやいや、 あの夢を見たの。そういう夢を見たんです。っていうか早く学校行きなよ、遅刻するよ。じゃあマイキーも行こうよ。だから僕は具合が悪いんだって。ポケモンやりたいだけでしょうが、この嘘つき亀。はあ、嘘じゃないし、いい加減なこと言わないでよ、この耳長ウサギ。ウサギはみんな耳長えよ。ああ、せっかく今日の給食のデザートケーキなのに残念だね。え、マイキーの分は僕が食べておくね。ケーキマイキーが休んでくれてラッキーだなー。いや、あ、それに今日席替えだったね。いい席替え。マイキーは僕が適当に席決めておくよ。いや、文句言わないでね。いや、そんな、僕も決めさせて。あと今日お楽しみ会もあったね。あ、みんなでフルーツバスケットやるんだ。そうだ、楽しみだな。楽しみにしてたのに。マイキーの分まで楽しんでくるね。いや、やっぱり僕も行こうかな。 いいよ、来ない方がいいよ。具合悪いんでしょ。無理すればいける。早く直しな。うん、でも無理すればいけると思う。ダメダメ、休みな。いや、でも休んだ方がいいって。いや、でもやっぱりダメ、無理しない方がいいよ。いや、多分いけるね。元気元気。じゃあマイキーいないけどみんなで楽しむからさ。いや、具合悪いって嘘だから、うん、いや、マイキーが嘘つくわけないもん。嘘なんて。疑ってごめんね。いや、もう元気元気元気だから僕も学校行く。ケーキ美味しいだろうな。だから行くよ僕も。お楽しみ会も楽しみだ。だから行かせて。思い出に残るぞ。僕も学校に行くから。チャンネル登録よろしくね。そしたらその後通知をオン。チャンネル登録よろしくね。